日本電子専門学校は東京都新宿区にある専修学校。1951年に創立、卒業生は11万人以上、現在はおよそ2900名が通う。運営主体は学校法人電子学園。CG、映像、ゲーム、アニメ、デザイン、AI、ウェブモバイル、ビジネス、情報処理、ネットワークセキュリティ、電気、 電子の重慶に昼間部21学科、夜間部4学科の合計25学科を設置する総合学園。新宿駅をはじめ、大久保駅、新大久保駅、西武新宿駅、新宿西口駅から徒歩で通学でき、交通支弁な立地に12基の校舎を所有している。電子技術を核とした創造性豊かな技術者の育成を通して世界に、 貢献する見学の精神を実現するため、専門性を養う、職業教育と汎用性を養う、キャリア教育を教育の柱として、産学連携等を含めた教育システムを構築している。各学科の一連の教育活動と、それを取り巻く、学園生活全般を通して、それらを養うことを教育の基本方針としている。NPO 法人私立専門学校。 投票化研究機構が開始した第三者評価事業に、初年度である2007年により、評価、審査対象校として参加。日本で唯一、すべての点検項目で基準を満たした証である、顔を得る。これにより、高水準な教育を実践する、専門学校であると認証された。関連リンク、ありがとうございます。